西林山浩司です。サンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日は質問2つですね。2023年4月時点でアメリカの銀行口座のお金が全体的に減っていますか？1、アメリカの銀行口座からのお金は2023年4月現在米国債や MMF に流れている。2、インフレ、金利、リスク許容度。質問の2つ目、アメリカの銀行口座のお金が米国債 MMF に流入していますか？3、マネーマーケットファンド、記録的な 5.4 兆ドル銀行預金からお金を引き出している投資家からの資金流入急増。4つ目、バンクオブアメリカによると投資家は2023年3月末までの8週間で5380億ドルを現金ファンドに投入しました。ということで4つのテーマでお話をしていきます。今これ2023年のし、あえて4月っていう日付にしました。今日これ撮影は5月28なんですが、5月まだ閉まってないからという意味ですね。で、今アメリカの銀行口座のお金がどんどん引き出されてるっていうことが問題になっており、これは銀行が破綻したことにもともと起因していると。で、このお金がどこに行ってるかというのが今日のテーマです。で、1、アメリカの銀行口座からのお金はこの2023年4月現在で米国債や MMF に流れていると。で、もうこれ銀行口座の金利よりですね、米国債や MMF の方が金利が高いからです。で、MMF というのは短期の国債とか地方債、あと社債などを意味しています。で、2つ目、インフレ、金利、リスク、許容度ということで、インフレ止まらないのはもう今、世界中の人が知っていると思うんですが、このインフレ率の上昇が止まらないので、今このお金が国債、アメリカ国債とか MMF に流れていると。で、金利ですね。金利は今、直近ですね、3ヶ月から1年ものの米国債で 5.267% から 5.418% の枠内にあると。なので、3ヶ月国債とか1年国債を買うと、年利ですね。年利で 5% 以上の金利がつくという非常に美味しい状態にアメリカはなっていると。美味しいのかどうかは最終わからないですが、今の時点ではお金を預けておくとお金が増えるという仕組みです。で、2年もの国債で 4.568%、5年もので 3.938% ということで、長期になるほど金利が安いと。何年先までその金利であるかわからないからっていうことが、この意味合いです。例えばこれから金利が下がってって、3% とかにもし年利でなってしまうとすると、2年もの国債を持っておくと、さらに、儲けが増えたという意味なので、先へ行くほど金利が低いという仕組みです。で、これから見ると日本の金利はもう本当にもうゴミぐらいつかないと、0.5% つくかどうかみたいなところですけど、実際に銀行金利は全くつかないので、この状態が今円キャリートレードですね。円を売って米ドルを買う、円を売ってポンドを買う、円を売ってユーロを買うみたいな状況になっているという感じです。質問の2つ目、ほとんど一緒なんで今喋ったんですけど、米国債と MMF にお金はもう銀行からお金を出してですね、そこに新たに買ってるという状況になってると。お金出すっていうのは別に現金を引き出さなくても、その国債とかですね、あと MMF をやっているファンドとかを買ってるというような状況になってると。銀行のお金を送金して MMF とかを買ってるという意味合いです。3つ目、マネーマーケットファンドっていうのが MMF のことです。で、この 5.4 兆ドルのお金が銀行から出されて資金が入っているということなので、 5.4 兆ドルが何かって言ったら759兆円ということなので、非常に大きなお金が今言った米国債とか MMF に流れていると。で、もうここに流入しているので、皆さん銀行預金などしている意味がないんですね。銀行預金の方が金利が低いからです。で、米国民であれば全部米ドルなので、為替リスクがないんですね。銀行に預けておいてもお金は増えないと。金利が低いと。で、これを米国債を買うことによって金利が増えるので、今そのようなことをみんながやっているという感じです。で、3ヶ月でさっきの 5.3% もお金が増えるんであれば、これ1億円あればですね、これ年利で 5.3% なんで、3ヶ月で1回クローズするとすると、なんと132万円も3ヶ月でお金が増えると。ただ米国債買うだけでなんで、
まあ、基本的にリスクが非常に低いという状況です。4つ目、バンクオブアメリカによると、投資家は2023年3月末までの8週間で5380億ドルを現金ファンドに投入しましたということなので、このお金が 7.8 兆円ということで、まあこれバンクオブアメリカだけで 7.8 兆円入ったという意味だと思うんですが、まあこれ本当に大金が今流れていると。で、実際はここが問題ではなく、普通に考えるとこの米国債をみんな買っているので、米国債の利払いをしなきゃいけないっていう問題を今抱えているのがアメリカという感じです。なのでアメリカ政府は金利が高い間、この利払いですね、金利を支払わなければいけないので、まあ、今回非常にニュースでも日本でも流れていたと思うんですが、この債務上限問題の不安を煽りですね、ニュースで散々煽り、結局合意したと。合意したけどなかなかお金予算組まれていないというのが今の状況です。で、お金もこれから入らないんで、入らないというのは印刷できないので、さらにインフレを招くのかなという感じです。で、そろそろまとめですね。まあ今日のは本当にシンプルな話。もう銀行破綻したと。で、銀行怖いと。金利も安いと。そのお金が米国債とか MMF に向かっていると。で、あとリスクの問題ですね。今やっぱり戦争しているとか、まあ、株が下がるのではないかという不安を持っていたので、そのお金を米国債に回していたという感じです。まあ、この次の動画で喋るんですけど、債務の話は一応合意したので、まあ、ここからまた株が上がっていくようなことすら考えられるというのが今日の状況です。で、さっきのように 5.4 兆ドル、759兆円も銀行からお金消えているので、銀行が破綻する可能性はあるし、不動産の問題ですね、借り換え問題で、不動産業者が破綻する可能性もまだまだあるのかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、コメント欄にご質問いただければ動画作りのヒントになりますし、あと感想があれば、コメント欄に記載していただければと思います。このチャンネルではアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていう話から、まあ、今日のように経済の話、支配者論から陰謀論から心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。動画1本ついているのと、週に1回ニュースレター発行しています。あと、このコイン非常にすぐ買った方がいいよというおすすめもしています。動画見た人にですね、水曜と日曜日、Zoom で30分間、オンラインで個別相談というのをやっています。日時合わない人、あとズームわからない人は、お電話で、日時合わない人は日時の調整までしてますので、まあ、基本的に今、非常に人気で全部埋まっているので、全部埋まっている場合にはですね、 LINE 登録してコメントいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。